ファーストチョベリーズドの歌詞が書いてある紙です。で、ちょっと私がびっくりしたのは、リサ子の眉毛がちゃんと生えてるんですね。おいき、おい。今こんだけしかないんです。あるよ。ちょっと書いてるんですけど。ある。ま、マロなんです。あるほらちゃんと。それちょっと書いてるじゃないですか今日は。書いてな。書いて。普段はこんだけなんです。あるある、もっとある。普段はこんだけなんです。もっとある。なんでそんなちっちゃいの。だけどこの時はこんなにあるんです。あと気になったのは隣にいるすぐさんの前髪、これはパッチンで可愛いですねこれ。はい、続きまして、あ、分かりやすい写真ありました、ここに。私髪の毛が長いです。みや、ここの時眉毛濃いのに今薄い。いや、やっぱりこれは小学校の時だったんで、こうまだママにこうやってもらってた時期なのかなって思うんですよね、これ。で、隣にいるちなみちゃんが髪がすごく長いです。可愛いです。可愛いね。くまいちゃんは特に変わってない様子ですが、身長が伸びました、これは驚きました。須藤さんがちっちゃいです。マーサがちっちゃいです。あ、見えてるかな、大きい方がいいんだよ。マーサがちっちゃいですね。なんか幼く見える。超幼い、これでわかる、キャプテンもかなり幼いです。マーサも幼いです。かわいい。それでこれ眩しくてみんな目が開いてません。みんなこれまぶしくて目が開いてないんです。こんな状態です。こんなやってる。こっちは、この表表紙の方は、まだみんな目が開いてるかなって思うんですけど、でもよく見るとくまえちゃんとかキャプテンとかチーとか眉が凛々しいです。はい、ちょっとね、発見すると面白いことがいっぱいある、これね、昔の見るといろいろと、あるじゃあこんな感じで、また来ます。はい、また来ます。あれ、消えない。